皆さん、こんにちは。今日は、明治時代から、太平洋戦争後まで日本に存在した、特権階級の、華族について、ご紹介するよ。明治維新で、徳川幕府を倒した、薩摩藩と長州藩を主とした、新政府は、新しい日本を、作ろうとしたんですよね。そして天皇を、ピラミッドの頂点にした、新しい秩序と、ヨーロッパの貴族みたく、華族を作って、特権階級としたのです。さて、今は亡き華族って、どんなものだったのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。エミリア、今回は、特権階級の、華族について解説するぜ。まあ、それは興味深いわね。詳しく教えてよ。よし。明治2年、1869年に明治新政府は、公家出身の維新功労者の、岩倉具視の案で、今までの身分制度の、大名と公家を廃止して、新たに華族階級を作ることを、決定したのだ。それで、公家137家、大名家270家、明治維新後に公家となった家などを合わせて、427家が、華族という特権階級となったのだぜ。へえ、それって子孫も華族になるのかな。うん、一代限りの終身華族と、子孫も華族になれる、永世華族があったのだぜ。最初は等級はなかったが、明治17年、1884年に、華族令制定で、公爵、公爵、伯爵、子爵、男爵の、5段階の差がつけられたのだ。内訳は、元公家の華族を、道場、公家の別名華族、元大名家の華族を、大名華族、国家への勲功で華族になったのを、新華族、または勲功華族、それに皇族に生まれたが、宮家を継がない次男、三男で親戚降下して、別の家を建てた元皇族が、後進華族だね。へえ、公爵って、誰がなったの？おう、公爵は、公家からは、御設家と岩倉具視、三条実富ら、明治維新の功労者と、武家からは、徳川元将軍家と、後に徳川慶喜家とか、あとは薩摩の島津家と、長州の毛利家、そして後に総理大臣になった、伊藤博文や山形有朋、陸軍大将の、大山巌などが昇格したのだぜ。へえ、そうなんだ。うん、それと、奈良興福寺の門跡とか、仏門に入っていた公家の子弟が、原則、僧を辞めて俗世に復帰することして、また、西と東の本願寺の大谷家とか、世襲の大きな神社の神職家とか、歴史上天皇に対して、忠誠を尽くした者の子孫も、華族に加えられたのだぜ。へえ、でも市民平等ってなかったっけ？そう、ちょっとたんま。え？おう、明治3年、1870年に、農民や町民も、名字を名乗ることが許されたし、翌年は、非差別民の差別身分を、廃止したのだ。そして華族、元侍の氏族、農民や町民、非差別民を平民という呼称になって、華族、氏族、平民間の結婚、職業や居住も自由になり、原則的には、国民は平等となったが、現実的には、身分差別は解消せず、新たな身分秩序の、再編となった、と言われている。なので、成立当初から反対する者もいて、朝野新聞紙上で、激しい論戦が繰り広げられたのだ。また、自由民権運動の板垣退助は、明治維新に功績のあった、元土佐藩士だけど、市民平等に反するとして、明治20年、1887年に、伯爵を二度辞退。結局天皇の意思に逆らえないと、伯爵になったけど、華族制度を疑問視する意見書を提出しているし、その後明治40年、1907年に、華族に対して、
世襲禁止の意見書を配ったり、家族一大論を出版し、息子に爵位の継承手続きを行わないよう、遺言したので、板垣伯爵家は、廃絶したのだって。へぇ、板垣氏すとも自由は施設だねぇ。だな。で、家族は特権階級だから、いろいろな特権を持っていたのだぜ。まず、家族の指定は、明治10年、1877年に、開校した家族のための、学校学習院に、無試験で入れた上に、高等科までの進級が、保障されたのだ。そして卒業後は無試験で、旧制帝国大学に、入学できたのだ。女子は家族女学校、後に女子学習院で、学んだのだぜ。それと、明治22年、1889年の、大日本帝国憲法発布後は、貴族院議員となる義務ができたのだ。30歳以上の公爵、公爵は終身で、伯爵以下は5000で、任期7年だぜ。そして家族は、皇室の藩兵、皇室を守るべき存在、としての役割を持たされたのだ。なので、旧皇室典範と、皇族通婚令によって、家族出身者のみが、皇族との結婚資格を有する、と限定され、大正7年、1918年には、皇族女子は王族、または皇族としか結婚できない、とされたのだ。へぇ、皇族は、今は誰とでも、結婚できるようになったんだね。だな、あと経済的には、維新後数十年間は華禄、続いて金禄交際、簡単に言えば、今までの国高の代わりの、退職金のような交際、が支給され、これを家族のための銀行の、15銀行に預金して、利子で生活していたのだ。なので、元大名の家族は、資産もあって裕福だが、元公家の家族は困窮していて、奈良の門跡とか、家族を返上したりする家もあったみたい。なので、財産基盤が貧弱な、元公家の家族は、旧道場家族保護資金令で、国からの援助を受けたし、もっと財産のなかった、奈良の門跡家族や、新官家族には、男爵家族系術金が、交付されたのだ。へぇ、華やかそうなのに大変だ。国から援助してもらってたなんて。うん、それに家族銀行だった15銀行は、昭和2年、1927年の、世界金融恐慌で破綻した時は、多くの家族が財産を失って、大変だったみたい。そういえば当時は、家族のお姫様や霊夫人が、芸能人ばりに、雑誌のグラビアを飾っていたんだよね。だけど、家族同士の結婚も、親の決めた、顔も知らない相手との、結婚だったのだよ。そこで不倫に走ったお姫様や、霊夫人がいたのだぜ。まあ、そういう話って興味あるわ。そう、ちょっとたんま。え。だな、これは柳原白蓮、1885年から1967年が有名だぜ。大正天皇のいとこにあたる、柳原伯爵家の令嬢だ。白蓮は15歳で、親戚の7歳年上の北王子助武と、愛のない結婚をしたが、DV などで5年で離婚。その後、異母系の意向で、親子ほど年の違う、九州の炭鉱王と再婚。家族の娘が成金と結婚という、お金目当てがバレバレの不釣り合いさで、売り物になった、と話題になったのだ。そして白蓮は、九州で最小同居の生活で、短歌に没頭、文化サロンを作り、知り合った社会主義運動家の、年下の編集者と駆け落ちした上、夫に新聞上で、絶縁を呼びかけるなど、派手な展開で、白蓮事件と呼ばれたのだぜ。また白蓮の異母系の、柳原義光は、白蓮事件で、貴族院議員を辞職せよ、と説得されても、なかなか応じずに、暴言を吐いて辞職。その後、家族として担がれて、日本教育生命保険、
大正生命保険の社長となったが、負債を増やして邸宅を売却したり、男色相手の元役者の男に、手切れ金を脅し取られたり、次女徳子が、不良家族事件、ダンスホールが舞台の、家族令嬢らの不倫、恋愛事件、が新聞沙汰となるなど、スキャンダルまみれになったのだ。へえ、皇室の反平どころか、権威を下げまくってるやんか。だな、ハチスカマサウジ公爵、1903年から1953年もすごいぞ。母方から徳川慶喜の孫で、鳥類学者でもあったが、交際女性が、自殺未遂を起こした事件で非難されたり、派手な女性関係だったみたい。昭和9年、1934年に、財産を秘密裏に、アメリカに移そうとして、翌年外遊先のアメリカで、スピード違反で拘留されて帰国。昭和18年、1943年に、品行不良で、宮内省から、家族冷遇停止処分を受けたとか、戦争末期に自家用機で、日本脱出を計画して問題となったり、子爵の高辻正長と共謀して、白金の密輸に関与したと、検察の取り調べを受け、国家総動員法違反容疑で、起訴されたりしたのだ。そして昭和20年、1945年の7月、敗戦直前に爵位を返上して、平民となった後、アメリカで結婚した夫人との、壮絶な離婚訴訟、遺産相続争い、財宝の行方不明事件、実業家、横井秀樹への、貸金をめぐっての訴訟など、週刊誌に、数多くのゴシップを提供したんだぜ。へえ、徳川慶喜の孫か。太平洋戦争直前直後に何やってんの。ものすごい個性的な家族もいたんだねー。だな。そして家族は昭和22年、1947年に、日本国憲法の施行で、法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典への特権付与否定で、廃止となったのだ。以上、いかがだったでしょうか？家族は、結局、たった78年しか存在しなかったな。そうなのよね。華やかそうに見えるのに、内情は苦しかったなんて。だな、ヨーロッパの貴族は、お金持ってる人も、持ってない人もいるけど、国が援助してまで、貴族制度を維持する発想は、ないと思うぜ。だよね、できた当初から。矛盾していたのかも。うん、軍人や官僚として国家に貢献することが期待されてたんだけどね。やっぱ貴族の生活やスキャンダルはドラマのダウントンアビーで十分だぜ。今回の解説をご覧になって何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい日本に存在した特権階級、家族について知ってるしという方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンと、チャンネル登録もお願いします。それではまたね、バイバイ。